まずは前半の4分です。大阪高い位置でボールを奪い返してからここで受けたチアゴ、これも冷静ですよね、多分このまず堀米選手がここで奪ったことがこのゴールにつながったと思うんですけど、うん、はい、キーパーがブラインドだったらしっかり見逃さなかったですよね、チアゴ選手は、7分です。セットプレーからビニシウス、アルトゥール、そしてアイー、新加入のアイーゴールが生まれました。そしてその直後の7分、また今度はフリーキック、裏の裏を書いてアルトゥールが直接蹴り込みます。まあ、アルトゥール選手はパスもできますしシュートもできますからね、もう脅威ですよね相手にとっては。7分で3点、これでゴール賞になるかと思われたんですが、10分北海道反撃開始、水上のゴールで反撃ののろしです。さすが開幕男ですよね、しっかりとゴール決めましたよ。11試合で9得点ですか、これで。そして新キャプテンの酒井が決めたのが12分、キックインからのゴールでした。リスタートから綺麗に決めましたね。そうですね。そして19分です。大阪前半の終わり際、チアゴのこの個人技、これもうまいですよね。一回これシュートフェイントで、ね、相手体崩してるんですよね、バランスを。完全に戸川を振り切ってフィニッシュ、左の隅に決めました。ですが前半の本当に終わり際です。北海道このゴール素晴らしかったですよね、はい、鈴木からのラスパス、酒井がヒールで合わせてこの試合2点目、もう美しいという表現が合ってるんじゃないかなという思えるようなゴールです。ため息が出るようなカウンターでしたね、前半で4対3と1点差に追いすがった北海道、後半は一転して両チームチャンスがあったんですがなかなかゴール割れず、このままのスコアでフィニッシュして4対3、最終的にはチャンピオンの大阪が粘る北海道を振り切って開幕戦白星刷新という形になりました。フットサルミラーアベマ TV。